まあ、日本人の方ですね。ニュースギビは特に言わないというか、まあ、言うかなくていいかなと思ってるので、はい、まあ、至って普通の人というか、はい、普通の日本人の人。正確な日付はちょっと分かんないですけど、初めて会ったの3年、4年ぐらいですかね。3年ちょっとかな。それは全くなかったですね。まあ、彼女自身も僕の意見を尊重してくれてますし、そこはまあ、ここまでこう、まあ、野球とは別のことなので、まあ、どこに行っても、来るっていう感じだったので、そこは全くもう関係なく、自分が、どこで野球をしたいかっていうところが一番のところだったかなと思います。そうですね、まあ、シーズン中よりまず、入る前が、まあ、もちろん自分自身もそうですし、まあ、他の全部トータルで見たときに、もちろん入る前が一番ベストじゃないかなっていう、ところだったのと、まあ、時期に関してはちょっと書類のいろいろあったので、整理しないといけないところもあったので、時期的に、もうちょっと早めにしたかったっていうのはあるんですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったっていう感じですかね。